壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。そろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。テートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ。外は雪だ。中も冷えてきたか。氷人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。テートに入る覚悟もしねえとな。渓谷を抜けたらテートだそうだ。ずいぶん近くまで来たな。顔も暗くちゃうつうつとしてくるぜ。今も夜なのか。だいぶ時間が長くなったな。どうなってんだか。
電話？ああ、どうした？そうか、わかった。また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。氷人の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。氷人の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと倒せ。殺せるぞ。ほっ。ほら。おりゃ。いや。イグリス、剣を頼む。
急げ、無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。おい、ノクト。どうした。中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞ、イグニス。ああ。おい待て。あの野郎。なんだ。また会ったね。友達、そこで倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けないと。ああ、さすがの冷たさだ。殺された時もそんな綺麗な顔だった。今こそ果たすべきカンナギとの古き約束。ケンティアン、あんたが。星の過去と今、そして我が願いを選ばれし王に託す。それが標準の啓示。私たち六神は星を守りし存在。おのおのの意志を持ってその使命を果たさんとしていた。かつて私はあまたの生命の中で人は星に必要なきものと考えていた。儚く脆く、それゆえ可能性や希望といった曖昧なものを信じる人が星にとって有用だとは思えなかった。イフリートは私とは違い、人の可能性を信じ、火を与え、共に繁栄の道を選択した。私はそんな彼に惹かれ、愛し合うようになった。私は彼が信じる人を信じることにした。だが、人の文明、ソルハイムは高みに達し、おごった人は神を排斥しようとした。恩を忘れた人の行為はイフリートの出来るに触れ、彼は人もろとも世界を焼き尽くそうとした。私は彼と戦わねばならなかった。星と彼が信じた人を守るため、人と六神同士の戦いは熾烈を極め、神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いにより、ソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は長き眠りについた。これが選ばれし王に託せし星の物語。そして私の物語。
魔対戦の後、神々が長き眠りにつきし間、イフリートは何者かにより死骸にされてしまった。眠りから覚めた私は彼を解放しようとするも、帝国に砕かれ力を失った。今や帝国は死骸と共にあり、独身も世界も闇に覆われようとしている。もはや私たちだけではイフリートはもとより星を救うこともかなわない。彼にはせめて安らかなる死を。ゲンティアナ、私の知るルナ・フレーナの思い、あなたに伝えましょう。選ばれし王ノクティスが誕生し、私はカンナギであるルナ・フレーナに会った。彼女はあなたと共に星に光を取り戻すと約束した。彼女の温かく力強く人を愛する心に触れ、私は再び人を信じようと思った。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです？他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて、一緒に生きていきたかった。泣かないで、ルナ・フレーナ。ごめんなさい。今だけは。それほどまでに、ノクティスのことを。他の人と何も変わりません。ただ、大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。あなたの深い愛は何があっても消えることなく、必ずやノクティスに届きましょう。ケンティアの星のため、いいえ、あなたのために、私は必ずノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。ありがとう、ケンティアナ。思いは伝えた。そして全てを託す。ああ、受け取った。選ばれし王ノクティス、世界に光を。さようなら、ノクティス様。ルーナ、なんだよ、やっぱつらかったのかよ。ルーナ、今まで聞いてやれなくてごめん。
したいことがいっぱいあるのに、なんでだよ。僕が必ずやっつける。オクティス様、ルナ、必ずやるよ、約束する。全然ねえ。おい、起きろ。何があった？ノクト。ああ、無事か。ああ、標人が来てた。うん。あ、もう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ。すまない、大丈夫だ。もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先。先？テート・グラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？んじゃ気をつけて。お友達が待ってる。
そろそろテートに着く頃か。ああ。どんな町なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか。さて、また非常事態か。